皆さん、おはようございます。おはようございます。8時45分になりました。デートの配信のお時間となります。皆さん、音声、映像いかがでしょうか？問題なく聞き取れておりますでしょうか？画面の方も問題なく映っておりますでしょうか？ご確認いただければと思います。はい、そうですか。大丈夫ということであれば、スタートしてまいります。ありがとうございます。コメント今いただいておりますね。あ、マサトさん、おはようございます。音声増大きいです。ありがとうございます。三上さん、おはようございます。音声増大きいです。よろしくお願いありがしとうまございす。ます。よろしくお村願いいたさします。ん、おりませんので、河合さん、おはようございます。OK です。静かに静かに。はい。ありがとうございます。仕事中の方も、ご自宅からの方もいらっしゃると思いますが、今日、イレギュラーではありますが、月曜日ですね。週明けの月曜日のデートの配信ということでスタートしてまいります。そうですね、今日はちょっと木曜日からちょっと変更させていただいてありがとうございました。今日は今のところですね、6名からほど見ておりまして、始まってからですね、新たにまた気配などを見ながら、板の状態などを見ながら、追加していこうかなというところになります。今日は小山、遠藤、そして粕谷、この3名で行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今、チャットの方に今日の注目銘柄ということで、先週金曜日上場しましたセイファード含め6銘柄ほど出しております。そうですね、画面の方を共有させていただきます。まず流れを把握するために冷やしチャートを出して見ていきます。これから一つ一つ見ていきますが、今日のテーマですね。皆さん、よろしくお願いいたします。今日のテーマは、オリンピックで金メダルを取られたということでですね、最近嬉しかったこと。最近嬉しかったことというテーマで今日は、いきたいと思います。えなさんありますか？最近嬉しかったこと。嬉しかったこと、ちょっと2つありまして、ちょっと早いんですが、知り合いからチョコレートをいただいたという、おー、いいです全くね。もってこの年になって何も考えていなかったので、突然サプライズ的な感じでいただいたのが嬉しかった。男性からなんですけども、男性からめちゃくちゃいいじゃないですか。びっくりしました。そういうの嬉しいですよね、サプライズ。ベルギーのチョコレートと、はい。ベルギー、そうですね、そういう言語と、あとは、スペイン、カカオ三博っていうのと、あとニューヨーク、アメリカのフィフスアベニューっていうところのチョコレートをいただいて、すごい数いっぱいやつ。早速全部美味しく、いただきました。もう。はい。それが1点と、あ、そ、そ、その1点ですね。ちょっと長くなりそうでしたので、1点にしまわせていただきます。ありがとうございます。いいタムさんはちなみにいかがですか？ですね。いや、もう僕は遠藤さんに比べたら、もう本当小さな話ですけ何ど、をおっしゃいますか？なんか、ふるさと納税の返礼品が届き始めたんああ、はでい。すね。ふるさと納税、僕、何も自分でやってなくて、全部奥さんに、あ、はい。選んでもらって丸投げしてたんですけど、なので、こう、自分で全然頼んだ記憶のない、忘れた頃に届くというか、頼んだ記憶のないものが急に届くので、まあ、先ほどの遠藤さんのサプライズじゃないですけども、すごい嬉しくてですね、なんか急にこう、馬肉とかなんかそういうのがパンって届いたりして、何これって言ったら、あ、ふるさと納税で、ああ、そういうことなの、食べていいやつなんだ、嬉忘しい。れた時ですよ。思わぬ時ですよね。そうです届きますね。よね。やった記憶なんて全然ないのに、みたいな。だいぶ経ってからですもんね。だいぶ経ってからですからね。嬉しいですね。全然もうやらなくなりましたけど。何年か前でしたかね。宝塚。はい。宝塚のブルーレイがいただける。
のでいただけるというか、まあ、それ買ってるような感じではありますけれども、急に突然届くともう楽しみというんでしょうかね、が一つまた大きな楽しみが増えて、もう届いたその日の夜には必ずもう感激した内容も含めてですけど、何度も見るようにして気づいたら朝になっているとかですね、ありましたけども、あのこの時期そういったものが届くと、食べ物も含めてですけど、なお嬉しくなりますね。嬉しいですね。在宅の時間がやっぱり増えてますからね、今本当に。そうですね。はい、チャットの方で、あ、音声。あ、そうですね。確認いただけたらということですね。はい、では、個別銘柄を一つ一つ見ていきます。あと皆さん、今日のテーマですね。最近嬉しかったことですね。皆さんのコメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、あ、鈴木さん、大丈夫ということですね、音声。はい、よかったです。では、早速、一つ一つ見ていきます。途中でですね、ランキングなどを見て、加えていく銘柄も出てくるかもしれません。ご了承ください。はい、一つ目、2195、アミタです。で、アミタですね、木曜日、上髭、まあ、比較的、まあ、大きな下げをしたんですね。しかし金曜日ストップ高、3080円で200条分が金曜の15時現在で70万株ほど、70万株以上200条分があって、おそらくそれがそのまま生きてきているという状況ですね。今現在気配値が3575円から3580円と、またコロ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 変化しております。残りあと8分ありますので、また8分の間に値が変化することが考えられます。板が薄いというのもありますので、金曜が3080円、今現在3575円から80円、ちなみにストップ高は3780円となります。では2つ目見ていきましょう。7731ニコン、こちらは日経平均採用銘柄となります。非常に強さ、これが金曜日見られましたニコンになります。1322円で終わりで、まあ、場中の高値がつけましたね。1357円、終わりで1322円ということで、高値を抜けていけるかどうかということで見ていきます。こういう話を動画の方でさせていただきました。今現在ちょっと売りが強くなってきてはおります。1320円から21円、金曜日の終値付近からのスタートという認識で良いですね。でさらに買われて上げていくようであればということで見ていきます。まあ、金曜高値ですね、これ一つポイントとして見ていきたいと思います。そして3つ目です。5541太平洋金属、こちらも日経平均採用銘柄となります。一段高となりました先週金曜日、2893円で終えております。今現在気配値2899円から2900円ということで、一段高でのスタートが見込まれます。金曜日の高値が2898円でしたので、それを上向けていくことがあればということを見ております。朝高い場合、一段高でスタートした場合は、その1本目の遅かしの状態にて判断をしていきましょう。振り返りの出力のバランスも必ず注意して見ていきます。4つ目です。7383ネットプロテクションズホールディングスになります。こちら去年、ではなく今年の去年12月ですよね、去年12月の IPO となります。1080円から1081円の気配目となっておりまして、これ空売り一応可能となります。1日4の空売りが可能となります。大きく木金、この2営業日でドスンと下げていっております。上場した日の安値はまだ下に向けてはおりませんが、まあ、今日ですね、金曜日の安値をさらに割り込むことがあれば、もう一段下げていくと、場中ですね、下げていくと見ております。まあ、理由としましては上値が重いということですね。ストレートプロテクションズを買いで持っている方々が、まあ、結構いますね。信用買いで持っている人たちもたくさんいますけれども、この2日間ですね、木金で見ると特に金曜日はだいぶロスカットが、入ってきてはおります。日商金ベース見てもですね、
融資、つまり買いの方が減っております。まあ、どこまで下げて、その後反発するかといったら、その下げの場面を売りで取るということで見ております。これが金曜日に安で1080円になりますので、80円割り込んでからがスタートになります。5つ目、こちらから再び出していきます。9212、Green Earth Institute になります。一段安となりまして、金曜日1156円。今現在、気配ね、見てください。1105円から1106円となっております。結構下げて、まあ、いわゆるギャップダウンでのスタートが見込まれますね。ちょっとギャップダウン、できたら値をもう少し戻してほしいですね。まあ、板の状態、板10本見るとすぐ1121円の上が1155円になりますので、まあ、戻してから寄ってほしいなというところですね。その後ずるずる落ちていく場面を買いで持っている人たちの心理ですね。最初から下げてしまうよりは上からこうじわじわ下げていった時の方が買いで持っている人の苦悩がこう想像できますよね。ああどうしよう、どこで逃げよう、どこで逃げようと思っている間にドスンと、その場面を我々は空売りで取る。こちらも1日仕様の空売り可能となっております。ニューアスインスと5銘柄目です。そして6銘柄目です。こちらが金曜日新規上場しましたセイファートとなります。上にも下にもヒゲをつけた状態、1018円で終えておりまして、まあ、上に行ったらということで動画解説出させていただきましたが、こちら下ですね。948円から949円ということで、一段安。どうでしょうか。ちょっと上行ってから買いの方がいいのかもしれません。こちらも引き続き見ていきましょう。あと皆さんの気になる銘柄などありましたら、こちらも合わせておっしゃっていただければと思います。まあ、金曜日にですね、形が良くなってきた例えば、優先ですとか、他にも良くなりつつある銘柄があったんですけれども、一目ですとか、あと、週足の状況を見て、まあ、デイトレですけれども、週足をしっかりとこれ見ていくと、まだなんですね、もうちょっと時間かかりそうかなということで、今日は入れておりません。よくはなってきている状態ですね。今週新たにロウソク足が出てきます。ちょっと一目均衡表が、そうですね、これで見ると弱いですね、逆転中ですね、好転になってからの方がいいですね。まあ、もちろん皆さんの中で、優先、小選三井、川崎線など見ていらっしゃる方もいらっしゃると思います。残りあと1分ちょっととなります。1分半ですね。となっております。さあ、皆さん見ていきましょう。フィナッシュチャートに切り替えていきます。まず最初に挙げました6銘柄で見ていきたいと思います。アミタニコン太平洋金属ネットプロテクション、グリーンやスイファート。残り1分15秒となります。他にも今、いくつか銘柄を見ております。まあ、寄ってからですね、動く銘柄、動かない銘柄出てきますので、まず板がしっかりと入るかどうか、入っている銘柄かどうかというのを見ていきましょう。さあ、1分もう切っております。中に寄り付き、成り行きという方がまだいらっしゃるようですけれども、寄り成りは、寄り成りのエントリーはですね、できるだけ控えるようにしてください。寄り成りで、スイング持っている人たちと、利益確定というのは、問題はありません。さあ、残りあと15秒前となります。朝勢いついて上げていく銘柄もあるかもしれませんが、高値をとにかくつかまないようにしてください。
患者さんに本当に多いですので。さあ、読みました。エマス太陽金属プラス、今 1% のところまで来ております。5541です。7383、ネットプロテクションはマイナス 2.7%、クリニアスプラスです。ネットプロはそのまま逆カウンサーとしてから一瞬変わりましたけれど、また再び上着付けております。こういうのにですね。いいですね。もうついに上場日の安値は終わりましたからね。そうですね。やめて投げ打ってくる個人投資家も少なくないと見ております。ただ、デイトレの枠内で、デイトレの範囲内で収めるようにしてください。さあ、太陽金属、こちらはこのように、陽線が出ております。下げても、こう、買われて、真上に行っております。売り買いの圧力も、オーバーアンダーも良い状態となっております。グリーンアースがまた再び売られました。プラスだったんですが、マイナスに転じました。売り買いの圧力も逆転しております。あ、また再びアンダー強くなりました。日経はマイナス 0.3%、マイナス87円の2万7357円で推移しております。あの銘柄もちょっと見ていきますか。金上位はもう定価ですね。太平洋は頑張ってますね。そうですね。はい。高値を更新して、一分足でいうところの3本目となります。うん、あんまり今行き過ぎないでほしいところではありますが、本当そうですね、うん、冷やしてみてもまたさらに高値となっております。ネットプロまだ、グリーンアースをまた、そうですね、太平洋の場合9時2分、まあ、今の時間ですね、つけました。2978円どころを上に抜けていけるかどうかが一つのポイントとなります。間もなく3分、今なりました。次のローソク足で、新たな3分足が出てきます。その間に今ニコンが寄りまして、マイナスですね。ですね、マイナススタートです。一方アミタは特買スタートとなっております。寄っておりませんが、こちら一応入れていきましょうか。太平洋金属2178円の頃、まもなく、まあ、このポイントを向けてから、まあ、逃げる場合には必ずロスカットポイント、ロスカットライン、明確にしていただきます。今一段上げていきました、太平洋金属です。力強いですね、いい感じですね、売り方の買い戻しも今入っている状況です。明らかはそのほど増えてはない感じですが、空売り組に今、買い戻しも入っています。一段上げ。比較的スムーズに上げていきました。で、プラス 3%。先週終わりでと比較するとプラス 3% となっております。で、今、利食いが入っております。太平洋金属5541です。なんとかここ耐えてもう一段3000円目指しに行ってほしいです、ね、そうですね。先ほど捨てた2992円のところ、これを目指す動きが入ってほしいところです。11万対8万か、必ずオーバーアンダーの数値見るようにしてください。一気にオーバーが増えてしまう、
ということもありますので、これが今8万から10万になって、しまうと、その雨今度折り返してドスンと下げてしまいます。1分で言いますと、ローソク足の安値を割り込んでおります。先ほどまでの含み機会ももう大丈夫、ここで部分的にロスカットというのも戦略もありです。警備の人の潜入、ここから戻せるかどうかですが、難しいですかね。10万になってきたらもう潔く撤退となります。あとは1分まくりで見れる方もいらっしゃると思います。トムさんも見えてますか？ここで僕はもう逃げますね。また次の場面をロスカットしてから、次の場面をまた新たに書いたなというところですね。1本目のローソク足と3本ですね。で見た場合に安値を割り込みました。で、またロスカットですかね。パーセントで言っても、それほど大きなパーセントではありませんので、必要経費のロスカットということで見ていただければと思います。それでも 0.7%、 その後下げていってます。1分マックリーが出てる、ただ確定ではありません。でそうなってもすぐ次を選んでみていきます。その間に GEI が入ってるんですよね。はい。ですね、はい、割ってきてですね。太陽金属、すみません、ロスカットとなりました。で、921金、グリーンアース、これ、ハイライトの方もしいらっしゃいましたら、さっきまで、売り買いの圧力、ちょうどバランス、拮抗状態からの下げとなります。今さっき太陽金属見ておりましたが、下に見る場合には、これですね。今、見えやすい含み益に乗っているという方は、これも見てください。こちらが強くなった場合にも、そこでリグっていただきたいと思います。板、薄いですから、IPO ですね、早めに見えるということ、早めの部分で確定をお勧めいたします。うん、ネットプロテクションにちょっと時間かかりそうですね。そうですね。でもまあここから下げてきたらこれも面白そうですよね。そうですね。スーンがあれば、うん、ちょっと動き好きですけども、40円ほど、ぴったり40円朝動きましたね。921グリーンアースはどうでしょうか。これ入られてる方もしいらっしゃいましたら、もうリグイのポイント来ています。売り買いの圧力が逆転してしまいましたので、まあ部分利確をする、もしくは1分ゴールデンまで待つ。でゴールデンにならなければさらに期間下げることも考えられます。じわじわと朝のこの下髭をネットプロテクション、そうですね、狙いに来てますね。はい。
売りに関しまして、買いで上がるスピードと比べますと、売りの場合大体 1.5 倍落ちるスピードですね、落ちる速さ 1.5 倍から場合によっては2倍ストーンと落ちることがあります。グリーンはさらに下に出す、いいですね。部分利確した後も含み益をどんどん拡大していきます。まあ、グリーンアス入られている方いらっしゃいましたらば、もちろん利食いを重ねながらも益を伸ばしていくと、そういうスタイルで行っていただきたいと思います。ニコンセイファートはダメです。ポイントすらありません。あと、ネットプロテクションですか、安値をギリ更新を1円ですね、下に向けております。ドンっていったんですね。はい、ただですね、約定53円で約定した人ほとんどいないんですね。ああ、グリーンアース、200株ですね。さっき1053円、200株、あ、300株、500株。先ほどのこの安値、はい、400株ですかね。はい。500、500、600。全然いないですね。役所されてない方の方がほとんどだと思いますが、さらに割り込むことがあれば、もう一旦度数があると見るようにしてください。ただしその前に必ず板の状態、ローソク足の状態だけで、板の状態も必ず見ていただくということが大事になります。921にグリーンアスに関しましては、まもなく、まあ、5連今確定しましたので、まあ、これ全て見ていただくと、ぜひ確定になります。じゃあこちら進めていきます。代表金属、ロスカット、グリーンアス、威嚇、ニコンセイファートはそのまま監視、継続、あとアミタも特買のままということになります。733ネットプロテクションに関しましては、まあ、さっきのこの場面、アイミネというのが全部出ますので、いくらでどれぐらいの人たちがアクションされたのかというのが全部出ますので、これを今調べると53円、逆上者、1054円割れの53円が数百だということで、今はアミタ、これも見ていっております。まだ値がついておりません。いくらで逆上するかですね。結構上の方行きそうですね。そうですね。昨日ストップだ、金曜日ストップ高で、木曜日の高値が3490円となります。昨日の上引きは超えそうですよね。3490円。木曜日の日はそうですね。あ、昨日っていうか、そうですね。はい。あとは、朝お伝えしました、この銘柄、騙し合うことが考えられますと言っていた深株の中、例えば優先、こういうふうになっています。危なかったですね。
まあ、そもそもデッドクロス中に1段上げてからトスんですから。お、寄りましたね、アミタ。アミタが寄りました。プラス 12%。売り買いの圧力、まあ、拮抗に近い状態ではありますが、アンダー優勢となっています。で、冷やしチャートで見ると、もうすでに木曜日の高値を抜けております。木曜日、ドスンと下がったところ、それを金曜日、ストップ高で取り返して、さらに今日、一段高スタートとなっております。じゃあ、皆さんはどこに入るのかというと、2円はもちろん早く見ていただきたいと思いますが、まず1本目の高値ですね。このラインと見ていただければと思います。で、これを上に抜けることがなければもうなしですね。空売りで切るのであれば、1本目で売るという選択肢もあります。楽天は利金ですね、一種の利金になっております。ですので、買いの場合で見ると、上に抜けたらということで、アミタ見ていきます。でもしこのまま上げないようであれば、これはもうなしということに見ていきます。今ランキングなども見ております。ちょっと他の銘柄見ていきます。出来高伴っていない銘柄がちょっと多いです。ダメですね。アミタが第3位。あ、皆さん見える位置に。うん、板が戻してきています。戻してきてますね、はい、オーバーとアンダーもまた逆転してきてますね、はい、突然来そうですね。そうですね、ちょっと295をメインで皆さん一緒に見ていきましょう、うん、また再び3500円ドライブから一気に板もですね少し入ってきてる感じがします。その間にランキングも合わせて見ていきます。はい、まず出来高があるかどうかを合わせて見ていきますが、ちょっとアミタの皆さん注目しながら見てください。ポイントが来たらもう自信を持って入っていただければと思います。50円抜けました。早いですね、リリーが。含み損に切り替わった時の忍耐というのもありますが、忍耐イコール買いでですね、空売りでもいいですが、含み益が乗ってる場面、その時にどこで利益確定をするかという忍耐が重要となります。思惑と違った場合でもパッパッと切っていただいて全く問題ありません。もし自分でしたら、最新の脳卒下しも割ったら部分的にも切ります。3500円を割ったところで一旦ロスカット、部分的にロスカットしていきます。もうこの場面でロスカットしょうがないということで、うん、ちょっといつもと違って朝ロスカットの方が20日もしてですね多くなりましたけども、ロスカットエアミタロスカット。次に今度またさらに上に抜けていくようであれば、今度買いでまた狙ってみたいところですね。そうですね。ちょっとすみません、この銘柄ももう一回大変よ。じゃあネットプロテクションですね。ちょっと売り圧がもう強い
状態となっております。まあ、売り買い拮抗ですね。これはドスンというのがあることも考えられます。5ゴールデン、3ゴールデン、1分ゴールデン、だいぶ売り圧がもう強いです。パーセント、皆さんのパーセント計算しながら、まあ、少なくとも 1% 内でロスカット必ずですね、逃げるようにしていただきたいと思います。いや、見た、もう来なかったですね。ちょっと朝一は残念ですが、これも必要経費というふうにご理解いただければと思います。では続きを物色していきます。もう一度網が来る可能性もありますので、一旦これ退けていきます。これもロスカットとなります。いかに軽微なロスカットで終わることができるかどうか重要となりますので、こういう日もちょっとあります。ではまた再び見ていきます。出来高、この出来高が伴っているところを、ここですね、売買高、これをメインに見ていきます。これを見ながら、あと現値、ね、これを見ていきます。2桁の銘柄も完全に無視していきます。ネットプロテクションズは引き続きこれを見ていきます。出来高の前の、ちょっとチャートの形ですね。インタートレード43万株。そこでどうでしょうか ?3747 インタートレード。チャートの形だいぶ良くなってきておりますね。ちょっと板薄いですか。いいですね。はい。今からだと遅いので、一旦押してからまたさらに突き上げていく場面ですね。できたら3分1回でと待ってほしいところであります。これインタートレードも合わせていきます。もしかしたら今日の5番ですね、やられる方来るかもしれません。そしてあとあれを前に見ました。大福決算表良かったですね。大福、ただ冷やしチャートの形、チャートが全然ダメです。大福新幹線乗ると必ず大福の広告が出ておりますか。ご覧とって、あと、スクエニ、ヒル課長。まだチャートの形、それほど良くはありません。山市。ギャップアップしてからの売り。洋館、どうでしょうか。日経300、日経500。その間に、先生、また再び盛り上がってきているアミタ。次のタイミングで、買いがですね、さっきより増えてきております。2195。次こそ、高値掴みとならずに、スカッとならずに、リグエルかどうか。感情はもう皆さん、なしにしていただきたいんですね。あ、負けだから挽回しようという思いではなく、もう本当事務的に来た銘柄に対してそのまま乗っかるという感じです。今行きました。はい。スタミナに切り替えていきます。1分ゴールデンのまま1なんだか。ポイントとしては3500、今60円、70円くらいでしょうかね。3600円。つけた後のリグイ。板の状態、分厚いわけではありませんが、またリグイ。こういうケースもあります。3560。抜けたところ。再びリグイ。上髭、1分。
パーセント、含み損のパーセント見ていただきながら。バランス悪くないですけどね、まだ。いいですね、売り買いの圧力は悪くないですね。さっきは拮抗状態で売りがだいぶ強かったので、で今回買いが強いですね。騙し。の下げに引っかかることもあります。まあ、引っかかったら引っかかったでもそのロスカットとなりますので。ただまだチップですが、ここは保持ですね。何を根拠にというと、ですね、板がさっきと全然違うんですね。また再び3600円のトライに行きそうな、そんな感じです。あと、まくりがゴールデンクロスのまま。あと安値が、さっきのようにドスオンという下げが見られない。という点です。3600円とこの4400株ですか。そうですね。分厚い板があります。この中で見ますと。さらにそれで3625に2000株入っているので、1200株入っております。まあ、これ抜けてきたら相当強いですね。一気に3650、3700と。動いていくことが考えられます。さあ、超えるか、超えました。あと3620円のところですね、25円。また再び利食いも入ってきながら、利食いこなしながらの上げ、これが続くかどうか。新たまあ、に見先たら、はほどの上い。髭のところを紹介したいですね。そうですね。9時24分ですから3620円さえ抜けてくれれば、次は3650円。おお。あれ、売られた。しょうがないですね。これのスカットですね。利食いできずにロスカット。もったいないところでありますが、その間にインタートレードがストップ高。間近まで来ています。すみません、今日、なんかロスカット三昧、いいですね。で、その後、年が入ったということですね。今のところ上でリグのはちょっと難しかったですね。そうですね、上で行くのは難しかったですね。3620。超えていってほしかったですか。今、アミター保持されている方っていらっしゃいます。いらっしゃらないですか。もう逃げられましたでしょうかね。レーンが入って、今、値がまた2人つきましたか。まあ、それほど全然ですね、ドスンということではないですね。売られてから値がほとんど変わらない状態で値がつきましたので。これも急いでいく撤退ですね。ギリ2%ぐらいになっちゃったかもしれないですね。この辺で2%ぐらいですよね、きっと。か、もうちょっと上ですかね。3500円で1.5%なので、まあ、大きなロスカットとはならないですが、ちょっと、このスカートになりましたね。で、2回目のアミタースカート。1発目と2発目。すいません。自分の中ではよくあることでありますが、含み益が出てからのスカートは、気持ちの切り替えにこう時間がかかる方もいらっしゃると思いますが、これも日常だと思っていただければと思います。いかにこう切り替えられるかですね。そして先ほどインタートレード見ておりましたが、ストップ高が761円、ストップ高つけました。で、つけた後、こ
も土手を狙うというのもありかもしれませんが、ちょっと手はもう今日は出さない方がいいですね。ちょっとアミタ見ている間に1段上げていったということ で、ちょうど上げる場面がもうそのままもうそこらかでしたので、エントリー、インタートレーはできませんでした。監視している銘柄そこらかつけたらちょっとした話になりますので、そしてあと他の銘柄ですね、太陽金属がまた下でこう切り上げて動いてきておりますが、エントリーポイントは今のところありません。アミタ2195に関しましては、こちらももみ合いとなっております。9日にグリーンアース、これが唯一リビができた銘柄の一つとなりますが、銘柄となりますが、今反転して勝つとこういうことですね。ニコンの買いは全然ですね、全然ダメです。あと923セイファート、これ買い戦略ということで見ておりました。安寄りしてから大きな要請を出しておりますが、買いのポイントは一切ありません。そして次の銘柄見ていきます。ネットプロテクションズどうでしょうか。また度数があるかどうか見ていきます。3分ゴールデンになったばかりですので、次のタイミングまで相当時間がかかりそうです。その間に見ていきましょう。値上がりマークの第1位ホープダメ、次の製薬ダメ、アクリートダメ、アミタは今入ってますね。インタートレードストップつけました。成功、ちょっと良くないです。逆転中ですね。デコルテダメ、レオパダメ、大福全然ダメ、ダイナミクスダメ、スクエニはダメですね。あとおダヨブさんダメ、コスモスインシア父さんダメ、ウッドボーダメ。できたかないともう走っていきましょう。ミクシー、久々にミクシーって聞きましたが、ダメ、全然ダメですね。あと中学ダメ、ミッドクダメ、オーキャピタルダメ、ヨンカンインセン、あーダメですね。セーフダメ、ヤマイチダメ、セラ、まあ、他にいいのがありましたらぜひ皆さんおっしゃってください。セーラ、万年筆ダメ、シラックスダメ、シーネクダメ、高松全ない、サイエンスアーツ全然ダメ、日産化学、これが日経金採用銘柄ですか、全できたか分かんない。なんとって、UT グループダメ。今ランキング上位50社まで全て、見てきましたが、ないですね。ちょっと値上がりの東証一部だけに限定してみてみましょうか。さっき日産まで見ましたので、第一田ダメ。ホークス。まだですね、ちょっと下向いてますね。パワー、あ、Jパワー1段上げていきましたね。これこのまま終わることがあれば、例えば全場終われば5倍落として、あるいは明日用としてみることが可能な銘柄となります。とはいえ今売り買いの圧力は売りが圧倒的に2倍以上強いです。ですので、例えば J パワーをこれからトレードを考えた場合に、売り買いの圧力が買いが優勢になることと、あと一旦沈んでからのこの上げ、波を打ってさらに一段上げていった場合に入りたいですね。折り板の形がすごく良い状態ではありますけれども、今の監視、継続、買い圧が強くなるのを待つ。J パワーもこれ入れて、今から
そうですね。まあ、教養として見ていただいてもいいと思います。冷やしタイトの形はだいぶ良いですね。冷やしがどん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 切り上がってきている状態。薄い雲を突き抜けて、週足。冷やしのトレンドが変わっておりますので、いいですね。まあ、このように見ながら、いい銘柄が出てきた場合に加えていくと。で、さっきニコン見ていましたけれども、ニコンと J パワー2つ比べると、まあ、どっちがいいのかなというふうに見ると、当然ながら J パワーですね。これで引いてみるとよくわかります。こっちがニコンです。こっちが J パワーです。これが下っ端のトレンドに乗っている銘柄ですね。一旦ちょっと時間の方があと1時間近くありますけれども、ニコン戻しつつあって、今日の高値をですね、つけて来ておりますが、まあ無理ですかね。価格で言うと1358円にならないといけないので、ちょっとニここコン、から高値を昨日のっていうか金曜日の高値を超えてくるって相当な要線ですね。そうですね。ちょっと難しいかもしれないですね。そうですね。一旦これ外してもらいますね。代わりにこの J パワー見ていきます。今売られておりますけれども、これ見ていきます。ネットプロジェクションはそのまま見ていきます。ロスがなければ同じということになりますが、ただ今マイナス圏を推移しております。ユーティーさっき見ました。フォークスさっき見ました。定価株、J パワー今見ました。J、出来高あるけれども全然ダメ。あとソフトバンク、ダメ。1円刻み。通信、日本通信ですね、ダメ。移動平均線の下。シンプレックスホールディングス、13万株ダメ。YAC ホールディングス、機械、金曜日、ヒゲつけております、ダメ。値上げランキング、東証一部第50位まで今見てきました。今度、マザーズ見ていきましょうか。2部見る前に、今私の方でこれ見ていますと、その間に今まで皆さん、いいのがありましたら、ぜひ気になる銘柄がありましたらおっしゃってください。グローバルレーですし、モブキャン、ダメ、苦しいダメ、ソフマーアーキテクス、ボールはベストワンダメ、エアンダーダメ、セレンフォーライフ、全部ダメ。マザーズは今日ありません。今のところありません。2部見ていきます。インタートレーダー、ストップがつきました。セラ、オーク、ない。土屋、定格、ない。フィンテック、ちょっと見てみましょうか。収集。ないです。ジャサク、スタンダード、グロース、両方見ていきます。富田がまた再び動いているものに反応してしまいます。富田がまた再び動き出しています。なんか、そうですね。1分のマックリーがゴールデンになるかみたいな感じですね。そうですね、今、レッドクロス中になります。さあ、3度目の正直なるかどうか、富田。ティップのマックリーがゴールデン確定してからエントリーでいいと思います。ちょっともうちょっとくびれてほしいですか。もう一回ロスカットになることももちろんあります。ただ確定ではありません。3650の5700株あります。今、時間的に今30秒。3700、3300回、50円のところですね。結果、超えれずに今、推移しています。デッドクロス中です。デッドクロス中です。ゴールデンになっておりません。チャンスが来たときには、
自信を持って入るようにしてください。その回ロスカットになったら早くですね、うん、1杯以上のロスカット絶対出さないようにしてください。デイトレで我々も胴寝で切ることありますし、含み益が乗っていた場合でも切った時にワンティック上ということもあります。まあ、ギリプラスということもあります。できるだけデイは伸ばすスタンスで見ていただきながら、まあ、特に IPO 銘柄アミタは違いますけれども、 IPO であれば結構早めの利確を複数重ねていく感じです。刻んでいく理由は連が出やすいです。得が出やすいです。アミタは直近 IPO ではありませんが、先ほど年の売りが出ました。連続売り気配が出ました。見てください。1分のアミタマックリーはデッドクロス中、結局ゴールデンクロスになりませんでしたので、引き続きまた監視をしていきながら見ていきます。他の銘柄を見ていきます。ジャサクの銘柄見ていきます。クロッパなどダメ、プロルート丸水47番だとダメ、全然チャートの形がよくありません。こういうのね、絶対に入らないようにしてください。グロス、ジャサク、アミタがありますね。で、今、値上がりランキングはありませんでした。次、値下がり見る前に、ま、ティックちょっと見ていきたいと思います。ティックスランキング何回転しているのかどうか。で、見ていきます。これは全部見ます。レーザーテック。うん。いいですか？今日ではないですね。まだ。あ、サムコ。安値切り下げたんですね。直近安値。そうです。UFCA とか DAY は全然向いておりませんので、資金力のある方はいいですけれども、資金力がない方は、数百万とか1000万規模でやられる方は、UFCA とかは手出さない方がいいです。利が全然乗らないです。で、ダメ。もう一回、リクルート、新日本科学。新日本科学ですね、2395買いです。これは今日陽線で戻してきた場合に明日落としてみることが可能となります。小生密全然ダメですね。サイバーのため村田みたいな形がいい感じになってきてますよね。あ、利口。決算表でしょうかね。一気に今下げてます。冷やしているところも結構大陰線が今日できていますね。電算、丸紅、データ、三井、三井不動産、ルネサスもまだ。一応聞き加えております。ギャップアップからのドスン陰線、庄司、エネオス、JFE、愛知生命、小数点がある、インタートレガストップ。 X ランキング今上位50社いました。全市場で見ましたがありませんでした。ところはまだまあということですね。J パワー今揉んでおります。3分デッドクロス中。先ほど言いました923のセイパートですね。岡田さんいかがしましょうか。外しましょうか。そうですね、はい、ちょっと時間内には来ないですね。で、売り金ですので買う場合にはを抜けない限りは、でそう思ってると一気に5番来ることも考えられます。いやいや来ないでしょうという銘柄来ますから、うん、IPO はいつこの脳内革命じゃないですけど、こう突然何か覚醒することがありますので、うん、急に大陽線みたいな感じですよね。盛り上がる。そうですね、ちょっと時間前は難しいと思います。あと残り
45分ですね。出したいと思います。出しちゃいます。で、今見ているのが、これらの銘柄、特に今ないです。週明けの月曜日。朝、チャンスがあった太平洋金属ダメ、あとアミタもダメ、グリーンアースのみですね。あと、後から追加したインタートレードに関しましては、エントリーポイントもないままストップ高つけていきました。あ、すいません、ありがとうございます。今確認しました。718FPG、ちょっと遅くなりました。さっきいただいたの、ちょっと前ですかね。すいません、見てませんでした。FPG。あ、いいですね。これずっと FPG、出してた銘柄になります。これいいですね。ストップ高つけてからですよね。ですので、先週捉えた方結構いらっしゃったようですけども、まだまだ高値を更新しております。ありがとうございます。今からというので、ちょっと一旦押してほしいですね。そうですね。押すか、揉むか、揉んでボイパン。Q の状態からも一段高は狙いたいところです。であるいはもう一つあって一旦リグわれて波打ちながら次の高値更新を狙いたいということです。どうなんでしょうね、今保持されていらっしゃるんですかね。どうなんだ。 A で FPG 保持されているようであれば、リグイポイントですね。ちょっと売り買いは強く今拮抗状態となっていますので、売りが強くなったところで部分というよりも全部リグっていただいてもいいですね。うん、1分がそろそろデッドクロスするかなっていう、ね、そうですね。各 RCI が全部90超えているってすごいですね。531全部 RCI が、いわゆる過熱感があるということになります。 FPG も加えてみていきたいと思います。とはありがとうございます。2127、呼び前から見てればよかったのでしょうか。2127。M&A センター。M&A センターは特に今日はないですね。フラッシュチャートを見ていただきますと、フラッシュチャートすごくきれいに下がってますけれども、売りのポイントがまだ来ていない状態となります。冷やして、マックリーがゴールデンクロス中の銘柄は、騙しに遭う危険性が高まりますので、217は、これはもう対象外として、今日はですね、これからがすごくいいと思います。デッドになってからがいいですね、冷やしのマックリーが。デッドになってからだと面白いと思います。スインは向いておりません。もうデイのみに特化して見ていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でルールをですね、もう上げればやっぱりキリがなくなりますが、その一つ一つのルールに合致してないものは、エントリーは絶対に、絶対に控えるようにしてください。で、ルールを守らないでトレードをしてしまったことによるロスカットを、しかも短い、例えば今日の太陽貴族のような 0. 数パーセントのロスカットとかではなく、大きなロスカットにつながってしまう。で、大きなロスカットというのはもう2倍以上ですね。デイトレにおいて。3パーのロスカット。場合によっては、今日、今、リアルタイムでご視聴いただいている方の中ではどうでしょうかね。デイトレでロスカットどれぐらいありましたでしょうか。 10% ロスカットなんてもう異常ですから、ありえないいいことですけれども、それを経験される方も、されたことのある方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれません。スイングでマイナス 10% ロスカット、これも大きいですよ、かなり大きいです。デイで 10% もうあってはいけないですね。ロスカットスコアであれば、もう 0.数%内を留めていただくか、1% 内ですね、留めて。2% 以上は絶対にダメです。そのためにやっぱりルール絞ってやっております。結構多くの、個人投資家の方、コロナになってからそれほど集まってはないですけれども、投資家さん、いろいろとこう、実際に会って、自分の周りの知人、
友人でトレーナーの方もいますので、東京に来て、地方から東京に来た時に一緒に交渉したり、すると、やっぱり失敗事例って、そのご飯食べながら飲みながら出てくるんですけれども、どういうことが出てくるかというと、まあ、一番多いのは、リグうけれども、例えば 1%、1%、1%、1%、1%、1%、ずっとリグうけれども、その一つのルールが、明確なルールない方も中にいらっしゃって、明確なルールがない方は、ロスカットが 5% とか、たった1年間。で、今言った 10% になってしまって、コツ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  1% とか 1.5% とか利益を重ねていって、毎月70万とか取っていた人が、一つのロスカットでマイナス100万になって、月総裁してマイナス30万ドルとかになってしまうケースもありますので、じゃあ、克服するためにはどうしたらいいのかというと、やっぱりルールを決めるということですね。一番わかりやすいのはロスカットルールを決める。高値使うと思ったら、もうすぐやっぱり切ることですね。必ず切るポイントっていうのはいくつか必ずありますよね。例えば今日だったらオーバーアンダーの数値を見る。オーバーが買いで入ってオーバーが増えてきたら、もうそこで部分ロスカットをする。それだけでも 0.1% と 0.5% と切れますから。で、その後、1分のマック D がこう逆転しそうになるというのもあります。で、今日で言ったら、どれでしたっけ？あ、みたいな。1分ベッドになる前に逃げております。振り返りの数字のバランス。あと、チャート。1分足の3本の安で割り込んだところで、ドスンが入る前ですね。1分のローソク足の3本足というので切ると、それも経理がロスカットで終えることができるということになります。含み益が乗っていた直後のロスカットは、すごく悔しい気持ちになる方、いらっしゃると思いますけれども、それはもう経験、何度も何度も経験していって、いずれ何とも思わなくなりますね。ただし、その代わり、今お伝えしましたルールを守っていただくことで、含み益がどんどん伸びていくんですね。で、今日入ってませんでしたけれども、インタートレードのように含み益が伸びていく。ちょうど見たポイントが上に伸びているところだと思いますので、そこからぐんぐんぐん上がっていく。3%、4%と上がっていくと。この経験がですね、何度も何度も積み重ねていけますので、そのためにもロスカットルールですね、ぜひ設定をしていただきたいと思います。今現在、ストップ高つけている銘柄が今お伝えしましたインタートレード1銘柄のみとなっております。ストップ安つけている銘柄に関しましては、今日は今のところありません。そして日経平均株価は下がっております。大幅に下がっています。マイナス300円ですね。今299円の予想になりました。朝お伝えしました、日本郵船9101と大きく下げております。このように陰線となっております。これ冷やしチャートです。78FPG は一段高となっております。ちょっとエントリーできないですね。これは一旦ちょっと押してほしいところであります。そうですね。マックでもデッドクロス中ですからね。そうですね。デッド中ですね。とは引き続きこちら監視していきます。上げていただいてありがとうございます。あと追加で見ている J パワーどうでしょうか。これもデッド中ですが、こっちは3分デッド中ですが、今日も高値を更新しております。売り買いの圧力、徐々に変わりつつありますね。2倍でしたね。アンダー30に対してオーバー60が、徐々にアンダーが増えてきている。オーバーが減ってきている状態となっています。これ、先ほど上げていただいたので、7141の FPC と、あとは9513。
結構普通。ジーパー天然ガスですね。これをインターカーで加えた時にまだそんな高さなかったですけども、ポイントなかったので、まあ、引き続き明日用として見ていただければと思います。これもいい。このままあれば明日用として見ていただくのもありですね。はい、で明日も生放送ありますので、おそらくこのような銘柄崩れていなければこのまま出していく予定です。そして今ランキングも合わせて見ておりますが、ちょっとネットダメですね。ポイント7383ネットプロテクションのカラオリーポイントがありません。ちょっと下に進んでいきます。9213 の外したセイファートってあるじゃないですか。はい、あれがなんか動き出来高が入り始めましたね。あ、また入れていきましょう。9213これいいですね。いつこういうことが起こるかということですね。午前中は来ないですねと言って、だからまた再びって出てきます。で、この銘柄の場合には、ポイントですね。こちらも高値掴み気をつけていただきたいです。まだ距離があります。金曜日の高値ところになりますので、1086円。つまり1087円になったらということになります。じゃあ、今日のストップ高いくらかというと、916円になりますので、今日の、そうついた。セイファートは1318円ですね。1318円となっております。まだまだですね。今のこの冷やしチャートのメモリには出ておりません。上に向けた場合にはということで、再び見ていきます。この勢い、衰えず、もっと勢いづいてほしいですね。そうですね。あと他の銘柄も見ておりますが、他の銘柄は今、朝の太陽金属は来ておりません。あとプレミアスは今、プラスの方を推移しております。ネットプロテクションズはこちらも来ておりません。売り戦略の銘柄になります。あとは、アミタ。2度。エントリーチャンス。ありまして行かせられなかった見た。これもまだ分かりませんので、これ見ていきます。923のセイファート、今日の高値どころをさらに捉えていきました。金曜日の高値1086円、これを捉えることができるかどうか。はい、今日高上抜け、もうちょっと怖いといえば怖いですね。うん、金曜日8周円のころで高値掴んでいる人たちもいらっしゃいますね。あ、いないか。もう皆さん逃げてきている感じなんですかね。朝の段階は、もうだいぶ朝ですもんね。逃げてますね。まあ、ふわしの価格今見てますけれども、昨日のところまでラインに持っていって、ふわさんだったらどのあたりで入りますか。まあ、昨日のところは待ちたいですね。はい。なんか行こうとして売られて、行こうとして売られてっていう感じですよね。あ、今行こう、行ったかな。でも薄い。昨日高までまだですね、収録円ですか。さあ、抜けていきました。今、抜けました。9213、スイカーと、上に抜けてから、板の薄さ。
皆さん無理なさらないでくださいね、これは。うん、隣の J パワーの板、隣の FPG の板と、全く違いますので、リフィーは早めに行ってください。まさかあれだけマイナスからスタートしてこれだけ戻すというのはすごいですね。今日の寄り値が980円台ですから。さあ一段高いきました。ちょっと逃げられましたでしょうかね、うまく。注文入れようとしている間にも動きますから、だね、薄いですからね。はい、板の薄さあります。重さが今80何のところに5000株っていうのが今、まあ、見せ板でしたね、今出ておりましたけれども、注文入れられて一気に即発されました。まさにデイトレですね。ですね。